18歳で出産、苦境を乗り越えた平野耀の人生。こんにちは、尊敬する読者の皆様。今日は、和代を風靡する若きスーパースター、平野潮、小平野の感動的なストーリーをお届けします。彼の挑戦と母親との絆が、どんな困難な状況でも克服できる力を示しています。 愛と感謝をモットーに掲げる平野潮の人生の一端を垣間見ましょう。一挙手一投足が世間から注目を集めている平野潮、26歳。彼が一番に大切にしているのは何よりも家族、とりわけ母親であることは周知の事実です。その母親との絆に焦点を当て、平野潮の人生を探求してみましょう。 平野のしスター誕生の陰に母の愛愛知県の中心部から車で15分ほどの完成な住宅街に、ひときわ目立つ3階建ての邸宅が佇みます。この家には、平野のし26歳、が社長を務める会社の表札が掲げられています。彼が、神宮寺雄太、25歳。 とともに滝沢秀明、41歳の、戸部への合流を発表したのは今年の七夕のことで、それ以来、この家にも変化が見られるようになりました。平野潮は、両親の愛情に育まれ、スターの道を歩み始めました。しかし、彼の幼少期は極貧時代であり、その克服の過程が彼の人生に大きな影響を与えました。 出生からスターレの道平や潮は1997年愛知県名古屋市に生まれました。母親は当時たった18歳だったといいます。平野潮の名前は彼女の紫色好きに由来しています。しかし2年後には陸くんが生まれ両親は離婚。潮く君は母親に、陸くんは父親に引き取られました。 潮君は一時期、母親と小さなアパートで暮らしていました。この母子家庭は経済的にも苦しい時期で、母親は毎晩遅くまで働き詰めでした。料理に割く時間もなく、食事はお惣菜やレンジで温めたものが多かったと言います。しかし、母親の悩みは金銭の問題だけではありませんでした。 潮君は幼少の頃、川崎病で手術経験があり、さらに複数の食物アレルギーを抱えていました。母親は日々の料理にも気を使わなければならず、精神的にも、金銭的にも追い込まれていました。ダンスとの出会い、この難しい状況の中で、平野潮の救いとなったのが、小学校低学年で始めたダンスでした。 お母さんは公園で音楽を流し、練習に付き合いました。しかし、小学4年生の頃、く君はダンスの練習で膝の半月板を損傷し、手術を受けることになりました。手術代の苦面は一大事でしたが、く君はお母さんに申し訳ない気持ちでいっぱいでした。平野潮はダンス以外にも活動の幅を広げ、 キズモデルやアイドルグループに加入するなど、芸能の世界に足を踏み入れていきました。彼はお母さんを喜ばせたい、期待に応えたいという一心で、必死に頑張っていたのです。そして、2012年、15歳になった平野耀に大きな転機が訪れました。東京でのダンスレッスンを受けたことがきっかけで、ジャニー北川氏にスカウトされ、ジャニーズ事務所への入所が決まりました。 彼の夢への第一歩が踏み出された瞬間でした。両親との別れ、そして新たな挑戦はじめは関西での活動が中心でしたが、18歳の若さで状況を決意した平野仕様には新たな困難が待ち受けていました。上行直前、母親に脳腫瘍が見つかり、名古屋の病院に入院することになりました。 死亡君は地元に残りたい、手術に立ち会いたいと強く主張しましたが、最終的にはお母さんに説得されて泣く泣く上京しました。実は母親は父ワにもかかったことがあり、いつしか紫陽君はお母さんを自分を守ってくれる存在から自分が守るべき存在として捉えるようになりました。 スター誕生への道2018年5月に平野耀は金プリとしてデビューを果たしました。しかし、その約半年後、彼の母親には新たな幸せが訪れました。愛知県内でペットショップとダンス教室を運営する男性と再婚し、女の子が生まれました。平野耀にとって年の離れた妹ということもあり、彼は妹を溺愛しています。 ママ父ともいい関係を築いており、舞台に招待したこともあると言います。平野家の境遇が大きく変わったように見えるかもしれませんが、実家の近隣住民は口を揃えて言います。あの二人はとても仲が良くて何も変わってない、と。家族との絆が変わらぬ力となるとべに合流した今も、平野の家族ファーストの姿勢は変わりません。彼の個人会社には、 母親も役員として名を連ねており、家族との絆は新天地でも続いています。平野仕様の人生は家族への深い愛と感謝に支えられ、どんな困難も乗り越える力を示しています。その魅力的なストーリーは多くの人々に勇気と希望を与えています。平野仕様の人生は愛と感謝がつなげた不屈の物語です。彼の母親との絆が 彼をスターへと導き、そして彼は家族への愛を忘れることはありません。彼の成功は、家族との絆が変わらぬ力となった証です。彼のこれからのキャリアにも期待し、その輝きがますますますことを願っています。結論平野市用の感動的なストーリーは、家族の愛と感謝の力がどれほど強力であるかを示すものです。 彼は極貧の状況からスターへと駆け上がり、家族への深い愛を失うことはありませんでした。彼の成功は、努力と家族への献身が報われた証です。今後の彼の活躍に期待し、その素晴らしい人生の物語が多くの人々に勇気と希望を与えることでしょう。このように、平野仕様の人生は感動的で、家族の愛が彼を支え、 彼の成功に大きく貢献しました。彼のこれからのキャリアにも期待し、その輝きがますますますことを願っています。この感動的なストーリーは、平野潮の母親との絆、家族への深い愛、そして逆境を乗り越える力を称賛するものです。彼の人生は、努力、信念、そして愛情がどれほど強力であるかを示しています。彼の成功は、 家族との絆が変わらぬ力となった証です。彼のこれからのキャリアにも期待し、その輝きがますますますことを願っています。感謝の気持ちを込めて、この物語を共有いただいた皆様に心からのお礼を申し上げます。平野志洋の人生は、私たちにとっての励ましとなり、家族の大切さを再確認させてくれるものです。彼の素晴らしい成功を叩え、 家族への愛を唱えましょう。